いつもご覧になっていただいてありがとうございます。ババアです。ジジイです。今回は東伊豆にあります銀水荘さんへ行ってまいりました。伊豆稲取駅にお迎えが来てくれてますので乗っていきたいと思います。駅へのお迎えは13時から17時まで事前予約で随時運行しております。宿までは5分で着くそうです。それでは行ってきます。実はバスに乗った時におしぼりが配られてすごいホスピタリティだなって感動しました。銀水荘さんはプロが選ぶ日本のホテル旅館100選で毎年のようにトップ5入りする素晴らしい湯宿なんだそうです。また人気温泉旅館250選で通算5回以上入選しており5つ星の宿として認定されているそうです。どこの旅行サイトの口コミもとっても良くてとっても今日は楽しみにしてきました。エグゼクティブフロア、ラグジュアリースイート、コンフォートルーム、一般客室、全99室で、うち露天風呂付き客室は17室だそうです。銀水荘さんのおもてなしは、当たり前のことを当たり前に、当たり前のことをそれ以上に、バスのおしぼりもそうだったんですけど、なかなか簡単なように思えて、なかなか難しいですよね。それを掲げてるのはすごいと思います。それでは中に入っていきたいと思います。おお、すごい広いですね。右側フロントです。大きなシャンデリアがありますね。あ、この上の吊るし飾り、これね、伊豆稲取の発祥の地らしいですよ。すごい広いな。この池、外と中にずっとつながってて、すんごい鯉がいっぱいいるんですよ。こちらがロビーです。99室あるのでたくさん泊まるときはいっぱいになるんでしょうね。奥がお土産屋さんですね。こちらも鯉がたくさんいます。この鯉にどうやら餌があげれるみたいなので100円で買った後でやってみたいと思います。ではお土産屋さんの方に行ってみましょう。伊豆なので金目鯛とかが多いのかな。うわ、何これ、かわいい、欲しい。やっぱ金目鯛せんべいですね。なんか化粧グッズとお茶、お土産たくさん置いてありますね。なんか金目鯛の煮付けの真空パックとかもありましたね。そろそろお部屋の方に向かいます。エレベーターに乗って9階まで行きます。私たちが泊まらせていただくお部屋は9階の葵というお部屋です。9階に到着しました。本当に和風って感じですね。こちらに案内が、館内案内があって、部屋の方に行きます。ここかな、あ、ここだ、905葵のお部屋です。玄関に入ってきました。とっても広い玄関ですね。ここの部屋は4人まで宿泊できます。かわいい置物、アジサイかな、置いてあります。左側、こっちは水道、あんま使われてない感じですかね。右側の方に来るとこちらがお手洗いかな。
あ、お手洗いですね。この勝手に電気がついて勝手に開くパターンいいですよね。ここがお部屋かな。開けてみます。おお、広い、明るい、素敵。入ったとこ左側に押し入れがあって、羽織物、そして靴下とバスローブですね。引き出し引くと部屋着、帯、その下が、あ、これあれだ、身長が書いてありますね。浴衣ですね。ここに2種類と、ここは、あ、ここも浴衣だ。あ、センチで変わるんですね。親切ですね。このお部屋でどうやら夕食がいただけるようですよ。さあ、では障子を開けてみましょう。おお、じゃじゃん、オーシャンビューですね。海が大好きなので嬉しい。でこちらの方に向くとリビング、あ、左にちょろっと見えますね。お風呂、ソファーと椅子、テレビ、奥の方に寝室があります。では寝室行ってみますね。テレビもありますね。なんか落ち着く、照明もなんか綺麗だし。ここにあるのがコーヒーメーカー、ポット、そしてミネラルウォーター、かわいいですね。そして奥にお盆、こちらがコーヒーです。下は、一番上がコーヒーカップ4個、2番目が急須とお茶のコップ、お盆、こっち冷蔵庫かしら、そうですね、冷蔵庫、開けるとお茶とビールが各種入ってます。これはすべて有料です。そしてこちらが洗面所、2台は嬉しい。で奥にタオルと、あとこれ女性のアメニティ類、歯ブラシ、レザーブラシ各種で、こっち嬉しいですね、メンズですよ、メンズのものですね、これ。そしてこれですね、これね、リファのドライヤー、うちでも使ってるんですけど、めちゃくちゃいいですよ、おすすめです。下にはタオル。次はお風呂の方に行きますね。シャワーブースもついていて最高かよですよ、お風呂。ここ本当にここいいですよ、入るの楽しみです。このシャワーブースについているシャンプー、トリートメント、ボディーソープは、これは三木本さんですね。でここがかけ流し方式、 81.8 度にて出てると。あ、水がねちょっと足されてちょうど良くなってる。さっき触ったらすごい熱かったですけどね、楽しみです。そしてこちらのサービスが6階のラウンジで、各時間帯によってウェルカムタイム、マジックアワーとかでいただけるものがそれぞれ変わっていて、無料でいただけるそうなので、後ほど行ってみたいと思います。早速6階のラウンジにやってきました。今のこの時間は生搾りオレンジジュースがいただけるそうなので、いただきたいです。ラウンジ広いですね。すごい人がたくさんいて賑やかでしたけど、こっちはジュースとかコーヒーとか紅茶が置いてあります。
で、こちらにはあ、お菓子がある、きんつばとか下に売ってたのかな。お土産に大人気って書いてある。で、これがこれもエビせん、エビせんだ。で、おしぼり、これ嬉しいですね。オレンジにキウイにリンゴ、これも無料でいただけるみたいですね。で、奥はなんだろう、あ、これ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 、生搾りみかんジュース、ニューサマーオレンジ、2時から5時ニューサマーオレンジだ。これは後でいただきます。でも、その前にこれです。生ビール、ニューサマーオレンジ生搾りもいただいてきました。それではいただきましょう。乾杯。ビールもいただき、大浴場がある2階にやってきました。2階にはエステサロンもあります。こちらが、氷はここから取るといいですね。2階に氷はあります。こちらが女性の大浴場ですね。夜はみかんゼリー、ニューサマーゼリーをお配りしてくれるみたいですよ。で、奥の方に行くとメンズの大浴場ですね。こちらが大浴場の露天風呂と内湯です。サウナもあるみたいですよ。すごく広いみたいですよ。出てきた方がすごい良かったって言ってました。源泉は自家源泉です。私たちはお部屋のお風呂に入りたいと思います。これが本日のお作りです。伊勢エビやと桜エビもあります。これね、前菜の器がすごく可愛い。アフタヌーンカフェみたい。私ちょっと貝類が苦手で、アワビとかを肉に変えてもらったりとかしてるので、ちょっと違うんですけど、これが前菜ですね。あ、鳥になってるんだこれね。ホタルイカとか酢の物、うま煮などです。で、これが自家製ごま豆腐で、これなんて言ったっけな、ちょっと後で食べてみます。美味しそう。そしてご飯と味噌汁、金目鯛の煮付けです。ご飯とっても美味しかったです。見てください、これ月が海に映って月の光の道みたいなのができて、すごい綺麗なんで撮っちゃいました。朝食に来ました。こちらは6階のラウンジの奥に会場があります。バイキングですね。それでは行ってきます。銀の海ダイニング、
どうぞ。今からどうぞ。早速いただきに行きます。結構広いですね、会場は。こちらはなんだ、サラダですね。フルーツ。こちらがご飯かな。そうですね、お粥とかご飯、納豆、おしんこ類、梅干しとか海苔。これマグロ。こちらはパンです。こっちに来るとアジの干物。奥肉豆腐でした。卵焼き、茶碗蒸し、ベーコン、ソーセージ、唐揚げ、スクランブルエッグ、エビのフライ、肉じゃが、肉団子。こちらが飲み物です。私がいただいてきたのはこちらです。いただきます。朝ごはん終わって散歩に来ました。あ、猫ですよね、猫。やんこ、おいで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 、かわいい。見てください、これかわいい。おいでおいで。送りのバスを待ってる間に餌をあげてます。オーシャンビュー和室、1泊2食付き2名様、1名様分の料金は13,200円からです。そして今回ババアとジジイが宿泊した客室露天風呂付き部屋9階、1泊2食付き2名様、1名様料金が49,500円でした。5つ星ホテルということもあり、ホスピタリティがすごくよく、とっても感動いたしました。そしてお食事もとっても美味しく、苦手な食材を言えば他のものに変更していただけます。そして何と言ってもお部屋ですね。今回宿泊したお部屋とっても良かったです。他にリファをたくさん使えるようなお部屋とかもあるみたいですので、季節によっても料金は異なると思うのでお調べください。このビールもとっても美味しかった。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。